おはようございます、私からまず2点ご報告を申し上げます、まずはこの夏の節電期間がスタートするということでございます。先月18日に電力需給に関する検討会合とエネルギー環境会議において決定されたこの夏の電力需給対策についてに基づき、来週月曜日7月2日から沖縄を除く全国において節電をお願いする期間に入ります。利用者の皆さんには度重なる節電のお願いとなり、ご迷惑をかけること大変申し訳なく思いますが、一昨年比で関西地区 15% 以上、九州地区 10% 以上、北海道と四国地区で 7% 以上、中部、北陸、中国のそれぞれの地域で 5% 以上の節電をお願いをいたします。東京、東北管内においても数値目標はございませんが、節電へのご協力をお願いをいたします。なお現在、関西電力大飯原子力発電所の再起動作業が進められておりますが、作業が遅延する可能性もあるため、3号機の再起動が確実となる段階までは現行の節電目標を継続させていただきます。政府としてユーザーの皆さんの節電の取り組みを支援するため、分かりやすい節電メニューの提示、全国各地の説明会などの開催、電気予報などを通じた需給情報の徹底的な開示に努めるとともに、自治体や電力会社などとも共同して需給バランス確保のため、適時適切なきめ細かい対応に全力を尽くしてまいります。ぜひメディアの皆さんにもご協力をお願いをいたします。もう一点、省内にエネルギー制約等プロジェクトチームを発足させることについてご報告をいたします。歴史的な円高に加え、震災後においては電力供給不安やエネルギーコストの高まりなど、エネルギー制約が我が国の経済産業にとって中長期的な制約要因となる恐れが強まっております。必要な対策を講じなければ不可逆的な空洞化や設備投資、雇用、家計所得の減少などが生じるなど、我が国の経済や産業はもとより国民の暮らしにも大きな打撃を与えるリスクがあります。企業などのエネルギーを使う需要化サイドの視点に立って、こういった制約を克服するため、技術開発や生産性向上などの促進に取り組むとともに、新たなエネルギー産業の創出など成長の芽を作り出すことも必要であります。円高に加え、エネルギー制約下における経済や産業の実態を十分に把握するとともに、これを乗り越え着実に成長につなげる施策について、経済産業全体にわたる幅広い視点での検討を加速化させるため、本日大臣官房にエネルギー制約等プロジェクトチームを発足させることといたしました。